県と鹿屋市は昨日海上自衛隊鹿屋航空基地でのアメリカ軍の無人偵察機の運用は来月下旬以降に開始される見込みであると明らかにしています。これについて鹿屋市の中西茂市長は今日開始前のデモフライト実施に向けて調整したいとの考えを明らかにしました。日米両政府は？ 海洋進出を強める中国軍を警戒・監視するため、アメリカ軍の無人偵察機 M99-8 機を鹿野屋市の海上自衛隊鹿野屋航空基地に1年間配備する計画を進めています。これに伴い、最大200人のアメリカ兵が鹿野屋市内のホテルに滞在することになり、鹿野屋市によりますと、来月下旬までに順次、鹿野屋入りする見込みです。また、無人偵察機は、 来月上旬、カヌヤに搬入され組み立てられ、テスト飛行などの後、運用開始は当初の今月中からずれ込み、来月下旬以降になるとしています。来月の運用開始見通しとなったことを受けて、今日う、カヌヤ市の中西茂市長は、以前から運用開始前のデモフライトをお願いしていて、実施に向けて調整したいとコメントしました。 いろいろ、日程のずれがあったんだろうと思いますが、まあ、引き続きやはりその住民の皆さんの不安を招くことがないようにしっかりと、えー、国、あるいは鹿屋市とも連携しながら県としても取り組んでいきたいと思っております。